英語の学び方を学ぼう。パート5、基礎的な考え方を固めよう。英語学習に向けての正しい構えを作りましょう。これまで様々な参考書を通じて英語を勉強してきたけれども、思うように良い成果が得られなかった人、学校の勉強も真面目にやったし、成績も悪くなかったのに、未だに英語が話せない人、英会話学校にも通ったけど、期待していたほど発音も良くならず、会話能力も伸びた実感がない。そんな人はもしかすると、書籍や学校が悪かったのではなく、自らの英語の学び方そのものに問題があったのかもしれません。実用技能の向上に直結した最大効果の学習法を身につけるため、英語学習そのものについての基礎的な考え方をしっかり固めることにしましょう。文法とは？最初に文法とは何なのかを考えてみましょう。一見、今更定義する必要もないかのように見えるこの言葉ですが、どうも人によってその捉え方には大きなばらつきがあり、英文法とは何かという考え方の違いそのものが語学の習得に対する致命的なまでのスタンスやアプローチの差となっているように見受けられるのです。そして文法というものをどう捉えているかの基本姿勢が語学学習全体について正しいアプローチができるかどうかを分ける重要なポイントとなっていると思われるのです。文法という漢字2文字を見ると文の法則と読めます。そして意外に多くの人たちがまるで英語には人為的に定められた規則があり、その規則に応じて英語話者が文章を作り出しているかのように考えているように思えます。しかしそれは違います。英語にルールブックなどというものはもともと存在しません。それは英語に限ったことではなく、どの言語であってもまずルールありきではないのです。リンゴが木から落ちる理由を尋ねられたとき、ニュートンが万有引力の法則を発見したからだと答えるでしょうか。ニュートンがその法則を発見するずっと前からリンゴは木から落ちており、たとえニュートンがその法則を発見しなくても、今でもリンゴは木から落ち続けているのです。リンゴは法則に従って木から落ちているというより、木から落ちるという事実の中に法則があるのです。言葉のあり方も文法と同様なのです。誰かが先に法則ルールを決め、それに従って現実があるのではありません。先に現実が存在し、それを後から観察、研究、分析したとき、そこに法則性や傾向性が見つかるということです。一つの言語を共有する人々が、互いに意思の疎通が図れているということは、言葉の使い方に共通性があるからに他なりません。一つの単語について、人々が点々バラバラの意味を感じていたら、会話一つさえ通じなくなってしまいます。ですから、同じ言語文化を共有する人々の間では、確かに言葉を使う上で共通の申し合わせのようなものがあり、互いにそれに従って言葉を使っているからこそ、コミュニケーションが成り立つんだと言えます。それでも、言葉のルールは人為的なものではなく、誰から押し付けられたものでもありません。同じ文化を共有する人々が自由に言葉を発している中で、長い歴史を通じて、半ば自然発生的に言葉遣いの傾向性というものが生まれてきたというのが正しい理解だと言えるでしょう。つまり言語は、
その背景となる文化によって大きく規制されるところがあります。その文化の中で必要とされる語彙が生まれ、必要とされない語彙は消えていきます。季節変化のない国に暮らす人に春夏秋冬という言葉は必要ありませんし、雪国に暮らす人にとっては雪を表す表現は多くなります。インドなどでは宗教的に神聖なものとみなされる牛について、立っている牛、寝ている牛、妊娠している牛などを個別に表す単語があるといい、牛関連の語彙だけで300に上るそうです。日本なら乳牛や肉牛という言葉があった方が何かと便利でしょう。このように言葉は文化を背景として構築されます。ですから、ある文化の中で培われるものの考え方、感じ方がその言語の語彙、構造や文法にも現れてきます。すなわち文化がまずあり、その文化の中における人の心理が言葉になって現れると言えるのです。ということは、言葉を通じてそれを使う人々の心理を観察することができるということでもあります。このビデオシリーズの第3章文法では、英文法を解説しますが、決してルールの押し付けを行いません。常になぜそういう文法事項があるのかを考え続けていきたいと思います。そして英語学習者は文法の学び方そのものを学んでいただきたいのです。解説の必要上、多くの文法用語も現れますが、用語そのものの暗記に神経を使ったりする必要はありません。理解を深めるため、ぜひ覚えておきたい用語はその都度丁寧に解説しますので、何も心配はいりません。文法用語というのは、頭の中に知識の整理ダンスを作るために必要なものです。人間は言葉によって考えるため、ある種の用語は使いこなせた方が何かと話が早いし、理解も簡単になります。しかし、文法用語自体にこだわりすぎる必要もありません。用語は自分が分かりやすいように言葉を変えてしまっても別に構いませんし、用語を使わず噛み砕いた言い回しのままでも大いに結構です。ただし、ぜひ覚えておいてほしい用語として提供するものについては、それなりの根拠がありますので、できるだけ覚えてください。それでも決して何も丸暗記しろとは言いません。常に覚え方、考え方と絡めて用語を出しますので、記憶についての負担は最小限となるはずです。英文法は心理学だと思って学ぶ。私が中学で最初に英語を習った先生の口癖が、英文法は心理学だと思って勉強しなさいでした。なんとも漠然としたこの表現の意味を理解するまでに、何年もかかりましたが、このたった一言を冒頭に与えられたことが、今思えば英語学習に正しいベクトルを与えられたのだと感じます。その先生は次のようにも述べていました。どんな文法事項でも決して暗記しようとするな。そこには常に理由がある。その理由を探ろうとしなさい。すぐにわからなくてもいい。でも疑問を持ち続けていれば、いつか納得できる日が来る。ルールに従って英語を使おうとするのではなく、自分の感性の中に英文法が染み付くようになることが大事だ。自分自身の中に英語ネイティブと同じ言語感性が徐々に築き上げられていけば、自分の思うがままに言葉を口にするだけで正しい英文となるのだ。すなわち、文法学習というのは、
ルールを暗記することではなく、英語文化の中で暮らす人たちのものの感じ方、考え方を言葉の傾向性を通じて知ることであり、文法事項はすべて感覚の伝え方の指針を与えてくれるものなのです。そういう指針そのものを暗記しても、実際に訓練を行わなければ感覚は身につかないのです。英語は実技科目です。文法書はスポーツの技能解説書のようなものであり、そこに書かれているラケットの振り方、足の置き方、体重移動の要領などの項目をいくら暗記しても、実際にそれに従って自分の体を動かさなければ、そのスポーツの技能は身につきません。そして最初は理屈で覚えながら、やがて訓練を通じて感覚的にその動作が身についたとき、理屈は忘れて構いません。書店に並ぶ文法書はどれも分厚く、まるで膨大なルールをすべて覚えきらなければならないような印象を受けるかもしれませんが、これまで述べました通り、文法事項は人為的に定められたルールではありません。その言語を使う人たちの自由な言語活動を後から観察して見出された傾向性を統計的にまとめたものです。暗記すべきルールなど全くないと言っても過言ではありません。ただし、決して動かせない本当のルールと言えるものが一つだけあります。それは、相手が口にした順番にしか聞き手の耳にその言葉は入ってこず、そこに書かれている順番にしかその言葉は目に入ってこないということです。これは自然科学的な法則です。これだけは決して覆せません。考えてみれば当然ですね。相手がまだ口にもしていない言葉は決して聞こえてきませんし、まだ巡ってもいないページの文字は目に入らないのですから。この当たり前のことを法則としてしっかり念頭に置いていただきたいのです。一切の文法事項の理解はここから始まります。この当然すぎる前提をちゃんと踏まえて英語を学んでいるかがどうかが、学校英語、受験英語と実用英語を全く同じものとできるかどうかの分岐点なのです。先に、英語話者同士の情報伝達というものが、予測、納得、疑問の小さな鎖の輪の連続から成り立っていることについて触れました。この大原則にさえ則っていれば、どんな複雑そうな構文も容易に理解できます。基本原則の語順から外れた特殊な言い回しで、なぜそういうニュアンスが発生するのかなども納得されます。いかなる英文に接するときでも、すでに語順に従って状況を汲み取り続けることを忘れないでください。英語話者がその順番で単語を口にすることには理由があるのです。最初はそれが理解できません。だから文法を学びますが、目指すのは自分自身が英語話者と同じ感覚によって同じ語順で言葉が思い浮かび、口にできるようになることです。そうなったとき、英語はもうあなたにとって遠い国の言葉ではなく、自分自身の言葉の一部になっているのです。たとえ日本で生まれ育ち、日本国内で英語を学ぶとしても、英語話者たちに極めて近いネイティブ感覚を後天的に習得することは十分可能なのです。多くの学習者は文法と聞き取りが全く切り離されたものであるかのように誤解していますが、これまで述べました英語の語順のままに情報を汲み取り続ける感覚は緻密な文法理解を背景にして鍛えられるものであり、その感覚はそのまま
取る能力や話す能力に直結するものです。便宜上、話す、聞き取る、読む、書くという4つの側面から英語の技能は解説されますが、それらはもともと一つの総合的能力であり、別々に切り離して一つだけを伸ばしたりできるものではないのです。一つの英語という立体物を様々な角度から見た個別の姿に過ぎません。ですから文法を学んでいる間にも聞き取りや話す能力なども同時に培われるものであり、そういう学び方となっていない文法学習は無意味です。さらに発音の練習の中にも文法は存在します。あらゆる知識、理解、技能は有機的につながっており、そのつながりが分かってくると、本を読みながら聞き取りの能力が伸び、英語の音声に耳を傾けながら文法理解が伸びるということも起きてきます。そのように何を学んでいる時でも総合的な技能の向上につながる英語学習法、そして技能訓練法をこのビデオシリーズでは一貫して解説していきます。現在ご視聴いただいているこの英語の学び方を学ぼうのビデオは全体の序章にあたるもので、書籍で言えば前書きです。短いビデオながら全部で6本ありますので、随分長い序章だなぁとお感じかもしれませんが、パート1からパート6までを必ず通してご覧になってから後の発音や文法に進んでいただきたいと思います。それは現実に英語の習得について悩みや問題を抱えている学習者のほとんどがこの序章の内容を踏まえておらず、適切な英語学習の方法を知らないまま効果の上がらず非効率的な学習に時間を浪費しているからなのです。どうか十分に理解し、この先の具体的な発音や文法の解説内容を存分に役立てる準備を整えてください。